アンジ出てこいよ。シーマスピーが一応救う救世主になるんだよ。でまたあのタケちゃんの背中の中キスしようとしたら怒られる。ボール見てるとき周り声出さないとコース分かんないんですよね、うん、パスコースが。今日はうち問題点すごいいっぱいあるよ、うん、先週できたのにね。まあ、僕もあのナイジェリアで3、4、3だったんですよ。ボール降りてる。そうそう、一旦焦んないよ。あ、すいません。そうだ、はい、すいません。いやいや、大変にしても。いや、ごめん。シンプルじゃベストだね。カウンターだと。うわ、落ち着いてんな。そうだよね、ケンタが絶対そこから始められるんだもん。ファール。え、違う、アンブロ。アンブロ？うん。
特注で作ってもらった。特注で作ってもらった。アンボールお前のために作るんだ。アンブレラになった。アンブレラあれ、バイオハザードだから。すごい、すごい四角形ができてる。基本的なしびれを切らして、これ難しいね。いや、やったことねえじゃん、こいつ。経験がもの言うでしょ、こういうのって。これ意表ついてゴレ出しちゃえば。一人ね、真ん中でかき乱す男がいないとダメなんだ。このまま惜しい。プレーアン、プレーアン、プレーアン。今ゼロゼロ。はい。じゃあわーって倒れないか、そこは。わーって。いや、パマいいよ。あと2分。さあ2分。1点勝負か、これ。出た。思ってるよね。あ、お前俺をなぞるな。出る出る出る。上げろ上げろ上げろ。ナッツナッツナッツ。もめたもめた。すごいこれ。カテナッツ用じゃね。カテナッツ用。でもそこ一人いるとワンツーと二択がかかる。あら。欲しい。あそこに一人いると縦のドリブルができる。一緒に使えた。うん、カウント。ゼロゼロだよ、ゼロゼロ。ラスト1分です。1分、1分どうする？面白い！面白いボール出た。考えてる、シーマ考えてる。どうする？行くか行かないか考えてる。おお、湧いてきた。やばい、入った。顔をキャッチした。1点入ったら決まりだな、どっちでも。ここで永田さんが流れを変えるか。シンガポーね、カバーリングあれ。惜しい。すごいロースコア、ロースコア。投手戦だ、投手戦。